銀座三井ビルディングは、東京都中央区の超高層ビルである。本校では同地に、かつて存在した旧ビルについても記述する。銀座第一ホテルのほか、三井銀行新橋支店が、三井不動産と建物の賃貸借契約を結んで、入居していた。経済成長が続く中、京王プラザホテルや、ホテルパシフィックなど、相次ぐホテルの開業ラッシュも、 増え続ける需要に追いつかない状態であった。そうした中、既存の新橋第一ホテルの別館的位置づけとなるアッパーミドルのビジネスユーザーを主な客層とした宿泊主体型ホテルとして1972年4月12日に銀座第一ホテルは開業した。敷地の南東側に三井銀行の前身の一つである15銀行の本店がかつて存在したことから 銀行店舗をこの位置に配置することを前提に設計が行われた。これに伴い、ホテルのエントランスは北側に配置され、エスカレーターで上がった先の2階にフロントが設けられた。客室は開業当初817室だったが、最終的に801室となった。その客室は銀座側に多く配置。敷地の前を通る昭和通り側は銀座側の半分の長さとし、 なおかつ通りからできるだけ距離を取ることで騒音に配慮。14階のレストランからは、浜離宮や汐止め奏者場越しに、東京湾に出入りする船が望めたという。このほか、コンピュータによる業務処理システムを導入するなどして、運営面での合理化を推進している。第14回、PCS 賞を受賞した。桜銀行は2001年4月に控えていた。 住友銀行との合併に伴う店舗網の見直しにより、2000年12月11日付で銀座支店に統合の上で廃止。銀座第一ホテルも建物賃退借期間の満了に伴い2002年4月30日に営業を終了した。後地はオフィスとホテルの複合ビルとして再開発する計画が立てられ、旧ビルの解体を経て2003年4月に着工した。 そして2005年9月、新生、銀座三井ビルディングとして、春工を迎え、上層部には、三井ガーデンホテル銀座が、同年11月15日にオープンした。15階までは、オフィスとなっており、東京電力、エナジーパートナーや JA 三井リースなどが入居している。春工当初は、利口本社が、全館にわたり入居していたが、2018年1月に、 大田区中まも名移転した。なお、旧ビルに入居していた第一ホテルを統合した、阪急阪神ホテルズは、当ビルの近隣に、宿泊特化型ホテルレムプラス銀座を2019年12月24日に開業している。ありがとうございます。